皆さんこんにちは。旅するアーティスト、たりきペインターの地球です。今日はですね、ニセコ編のスタートということで、札幌から、小樽を経由してニセコに行くまでの様子をお届けします。ニセコ方面はIC カードが使えないらしいので、1回出て切符を買いました。ニセコに行く電車を待ってるんですけど、接続があまり良くないので20分ぐらい待つんですね。なんで今一応ここで待ってます。まあ今日はね、天気も良くて別に冬、真冬でもないので全然いいんですけど、ちょっと風があるぐらいで、まあなんで一応ここをね、羊蹄山、まあすごいな、でもよくめちゃくちゃ見えるな、羊蹄山を見てもらいながら話そうと思うんですけどね。そうですね、ここから1セットまで来たいなんで15分ぐらいで着くんですけど、ここに来るまで、くっちゃんまでが小樽からで1時間ちょっとぐらいかな。札幌からの家で1時間半、もうちょっとか。まあまあでもそんな遠い感じではないですね。岡山いた時、あの日生から三宮とか行ってたのを考えると、あんまりそこまで、まあ、しかも別に空いてるので座れますし、全然そんなね大変な感じではないです。荷物も多かったんですけど全然問題はないです。まあ、あとこれ真冬だとちょっと大変でしょうけどね。
でここはあの一応ですね、まあ、何年先かわかんないんですけど、北海道新幹線の、新幹線が通る、まあ、今度で止まる駅になるので、おそらくその関係で真ん中のホームはもうあれですね、使わないようになってるんじゃないかな。なんかこのホームを移して多分新幹線用にするんでしょうかね。ちょっといろいろと多分今後工事が入ってくるなとは思うんですけど、これからだから発展するね、あの今でもまあまあ開けてるというか、まあ1万ちょっとの街なんですけど、これからもっと発展する可能性があるというところですよね。はい、おそらく何かしら買い物ある場合はニセコの駅のあたりもそうですけど、まあ、電車乗って、まあ、何百円かなんでこっちに来ることもあるかとは思います。はい、今回は、札幌からニセコまで向かう様子ですね。電車に乗って行ったんですけど、この様子をお届けしました。本当はね、余裕があれば、バスもあったので、高速バスがありまして、それで行くのもありやなぁと思ったんですけど、ちょっと荷物がね、手荷物が結構増えてしまって、ですね、ワイシャツとかスラックスとかで用意しなきゃいけなくなったんで、それをね、札幌にいる間に買ったんですけど、荷物がかなり増えてしまって、それを持って歩くのがちょっときついので、もうそうですね、バスだとちょっと、まあ、駅で待ち合わせだったので、バスだとそこから駅に行くのが結構歩くもんですから、それでちょっと、まあそうですね、電車で乗り換えでということで、まあ、でも電車で乗り換えも結構楽しいというか、まあ、バスだとね、どうしても普通に道路を走、あの車と同じ道路を走るんで、別に乗用車でも行ける道じゃないですか。なんでそんなに珍しくないですけど、やっぱりそうですね、あの函館温泉の、まあ、通称山線と呼ばれるんですけど、あそこは、函館に向かうにあたり、室蘭本線とかあっちの方は海線って言うんですけど、山線って本数少ないけど、一応ずっと行くと函館の方行けるんですけど、まあ、そっちの方ね行ったことなかったんで、それに乗るっていうのもなかなか、別に僕その鉄オタとかではないんですけど、ちょっとね興味あったんで、なかなか北海道のローカル線って乗ることがないですからね、鈍行でどっか行くみたいなのあまりなくて、最近ちょっとね旅してて鈍行乗ること増えましたけど、楽しいですけどね、やっぱり、ね、それで、今回は、まあ、そういったところで、あれ、まあルートで言うと、札幌からね、小樽までは、快速エアポート号っていうのがあって、まあ、新千歳空港が出てるやつですね。15分に1本出るようなやつなんで、まあ、早いんですよね。多分30分ぐらいで小樽まで着くんじゃないかな。まあ、よく、前にもね、あの、小樽に、坂の町学者、坂の町喫茶室に行った時にも、まあ、小樽行ってるんで、その、まあ、あれ真冬でしたけど、その時にも、ね、電車乗ってる様子ちょっと映したと思うんですけど、そこまではねすぐなん でそこからが問題というか、まあ、あの途中でちょっと説明してましたけど、まず IC カードのエリア外という、あ、そんなとこは今あるんだみたいな、で結局、まあ、途中一回小樽で改札出て清算して、で切符を買い直すという、まあ、乗り換えの時間がね結構20分近くあるんで、まあ、可能なんですけど、知らなかったら結構ね参ったなみたいな。それもエアポートの小樽に近づく時の車内放送で知ったというね、びっくりしましたけど、まあそこからだから、そうですね、切符買って、乗るという感じですね。でしたけどアナログな感じで乗りました。それでまあそこから1時間半ぐらいかな、食っちゃうもの、あ、1時間ちょっとぐらいか、あったあるから、その乗り換えも入れてニセコまで2時間ぐらいだと思うんですけど、トータル2時間半ぐらいかな。
そうっすね。あ、いや、もうちょっとかかるか。どうだろう、まあ、接続の待ち時間も入れたら3時間近くかかるんですけど、2時10何分とかに出てるんで、2時10何分出て、5時10分についてて、で特にくっちゃんからニセコの行くのがまた、接続が悪いんで、20分ぐらい待つんですね。まあ、その間に羊蹄さんっていうのを見てもらいながら、ちょっと風強くてね、聞き取りづらかったかもしれないですけど、とにかく迫力ですね。エゾフジと呼ばれるだけあって、相当また、この今の雪解けというか、まだ雪が残ってるのが綺麗でね、さらにね、本当にね、こんなにでっかく見えるのかっていうぐらいすぐ間近に見えるので、それがすごく、印象的でした。うん。あとちょっと撮れなかったんですけど、というのが、ニセコに行くまでのね、くっちゃんニセコ感が、結構学生が、まあ時間も時間で学生が多かったんで、ちょっと窓の向こうね、からの、車窓からの景色撮れなかったんですけど、映像、すごい綺麗です。川とかもね、すごく。まあだから、ちょっとまた、平日の昼間とかね、誰もあんま人少ない時に、出かけることがあって、くっちゃん行くね、買い物とかで用事あるかもしれないので、行くことがあれば、そこをちょっと撮りたいなとは思うんですけど、すごく綺麗でね。次も、何ですかね、何もないっちゃ何もないんですけど、自然がいいっていう、もう自然の良さだけで、なんか、来てよかったなって思うような感じでした。まあ、そんな感じでね。まあ今、ニセコで生活を始めたわけですけど、まあね、そこからまたちょっといろいろとニセコの様子などもお届けできたらとは思ってますが、まあそうですね、基本自然ばっかりなんで、そんなに変わり映えはしないかもしれないですが、いろいろとちょっと工夫してお届けしたいと思います。まあそんな感じで今回はこの辺で、終わりたいと思いますが、まあ、ちょっと旅感がね、今回はありますけど、次からはそこまで動かないんですが、まあ、ぜひ、はい、懲りずに見てくれたら嬉しいです。ということで終わります。旅するアーティスト、タリキベンダーの地球でした。どうもありがとうございました。